東京マーケットワイド、ゲストにお越しいただきました。本日ジャスダックから市場第2部へと変更です。証券コード7743株式会社シード代表取締役社長浦壁雅弘さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。シードさんといえば、まあ、会社の概要としてはコンタクト、はい、もうシードといえばコンタクト、コンタクトといえばシードとこうなってるんですが、もうでも半世紀以上コンタクト見えるをサポートしてきたということですね。まあ、成り合いとすると1951年からスタートしてます。はい、でシードはまあ種子ということで、いろんな分野に種をまいて、結実した成果を収穫し続けていくということで、はい、まあ、見えることをサポートしていくのをずっと続けてこれ、はい、ということですね。で歩みっていうのを見ていきますと、やはりずっとコンタクトレンズ、そうですね、はい、ハードの硬いコンタクトレンズからスタートしまして、この10年ぐらいは使い捨てのコンタクトということで、はい、5年ほど前からは自社製造の、1日使い捨てのコンタクトレンズということで、はい、国内で製造販売をしております。やっぱり2ウィーク2週間になって今1デイになった、この変化って大きいですか？そうですね、今日本全体でいうと大体半数以上のコンタクトレンズユーザーの方が1日使い捨てを使っていらっしゃいます。はい、単純に言うと、2週間は14日間使うものですけれども、1日は1日使い捨てですから、はい、生産量だとか消費量が、まあ、数で言うと14倍になるという、大きな変化があります。はい、そして、平成23年には海外への進出ということで、はい、今はもうベトナムですとかベルギー、この辺りに子会社、それからシンガポール、上海、そうですね、一番まあ消費地としてはアジアを中心に頑張ろうと思ってますし、はい、今のユーロと円の為替相場を考えてみるとヨーロッパでもまだ商機があるんじゃないかなと思ってます。はい、そして、もうコンタクトレンズ事業ですけども、まあ、こういう製品群ということですが、ワンデイピュア、ウルイプラス、はいはい、こちらがやっぱり人気、あ、そうですね、はい、これはまあ国内で原料から最終製品まで一貫生産している商品でありまして、はい、最もまあ広い度数といいましょうか、の目の度数のプラス、まあ、遠視の方から高度近視の方まで適用できるようなスペックになっておりますし、はい、加えて遠近両用のワンデイ、それに同じ素材で、今度は乱視用というのをですね、はい、この3月ぐらいからテスト販売も開始しておりますので、そういう面でいうと一番カバレッジの広いレンズということで、はい、シリーズかしております。まあ、我々の年代になってくると遠近両用がありがたいですし、はい、それから私は乱視なんで、乱視用が出てくるととてもありがたいなという感じでは見ております。それと意外と人気が、意外とかすごい人気があるんですけど、この中出てますヒロインメイクワンデイ、あ、そうですね、はい、あとアイコフレワンデイ UV っていうのが一番、はい、今売れ筋の商品になってまして、これは、まあ、主に女性の方、20代30代40代の方も最近お使いだと思いますが、はい、黒目の部分を少し強調したりですね、あるいはちょっと色のトーンを変えたりしてですね、はい、美容的な目的ということも、はい、視力に加えて、補正できるようなコンタクトレンズになってます。目がちょっと大きく見えたり黒目が増えてみたり、ね、はい、非常にこの女性の方にも、はい、男性も最近なんか就職シーズンになると男性の方でも1割ぐらいの方はお買い求めになっているということもありますので、はい、その広がってるんじゃないかなと思います。さてそういう中で、ケア用品、それから、はい、メガネ事業もこれお取り扱いなんですね。今、まあ、両方ともそうやって売り上げでいうと 7% から 8% ぐらいです。はい、ワンデーが進んできますとどうしてもケアはなくなってまいりますので、はい、事業としてはだんだんそういう意味でいうと、縮小化するような事業と、はい、でメガネの方はあんまり低価格路線に行かずにですね、カジュアルだけれども質感の高いようなフレームということを、はい、販売しております。まあ、余談ではありますが御社のメガネ事業のこの広告に出ると、はい、人気が出るというここ数年モデルさんが、はい、コンタクトだとかメガネのなんていうんでしょうかね、イメージキャラクターを務めていただいている方が、うちは今北川景子さんと福士蒼太君を使っているんですけども、はい、両方ともあんまちゃんも含めて、だいぶ人気になっていただいているので、ね、ありがたいなと思ってます。はい、ある意味ではそのモデルさんの登竜門みたいなところもあるのかなと、はい、そういう中で、過去の売上推移、はい、これを見ていくといかがでございましょうか。ご覧いただくと分かるんですけども、ここは一番ブルーの鮮やかなところが自社製造のコンタクトレンズの製造販売になっておりまして、はい、群青色のところがですね、それ以外の自社ブランドということで、08年を境にしまして白の、海外のメーカーさんのケア用品の卸商売をなくしてですね、はい、もう一度メーカーに回帰するということで自社のコンタクトレンズを中心とした最も付加価値の高いところで、はい、商売を増やしております。でまあ、やはりその2ウィークピュア、それからワンデイピュアが出てきてからのこの伸びというのがですね、はい、やっぱ大きくなってきているというところが分かりますよね。そうですね、特にあとワンデイ化が進んでいるのでそれに乗っかったということだと思っております。はい、
さてそういう中で売上高、やはりこれはコンタクト中心といったところになってきますでしょうかね。はい、前期あの12月期のところでもですね、大幅に伸びたのでもコンタクトということでございますので、この伸びはもうちょっと伸ばせるんじゃないかなというふうに期待してます。はい、さて、売上高、営業利益、当期純利益、このあたりのコメントはいかがでしょうか。はい、あの先般、増資あの金庫株の売り出しによるですね、はい、増資させられたときに修正一部しております。今期通期183億の売上と営業利益の方は11億ということで、見ております。2016年3月期、ここの目標、売上利益目標、これはいかがでしょうか。とりあえずここ3カ年、大体平均すると年間25億ずつ売上を上げていってですね、はい、225億ということを目標に置いておりまして、はい、営業利益率でいうと 10% をちょっと下回るぐらいまで上げていこうということで、目標に置いております。はい、これ成長ドライバーとしてはやっぱりその近視乱視遠近両用のピュアシリーズのコンタクト、そうですね、それからアイフコレですね、はい、まあ、スペックを拡充していく、はい、ヒロインメイク、はい、それから DDS、はい、それから新素材のワンデー、はい、O2 レンズの、はい、手こいで、はい、等々いろいろ成長ドライバーは抱えているそうですね、まあ、日本国内はどんどん多品種量生産にのニーズに応えていくところだと思いますので、はい、スペックの多様化を外資系のメーカーさんできないところをしていながらですね、はい、新しい新商品もその間に入れていくということで3カ年間の計画は立てております。はい、そしてやはりこの多品種大量生産ということでやはり御社の工場、うん、まあ、国内でお作りになってますけども、はい、特にその埼玉県の鴻巣研究所、はい、ここ見学に行きましたけども、鴻巣の駅降りた瞬間に日本一コンタクト生産量の街って書いてあるんですけどすごいですね。これ市長さんが来られて一応それで、はい、認定いただきましたけれどもですね、はい、今大体、生産規模でいうとワンデー換算でいうと2000万枚から2100万枚ぐらいの、はい、生産余力がございますので、まあ、実際には多品種量生産をしますとそんなに上がらないんですけども、はい、かなりの生産余力を今2号とも含めて拡充しております。最終的には今年の、から来年の末にかけては、はい、2400万枚クラスの、生産規模までには拡大したいなと思ってます。はい、これ去年ですか、県に行ったんですけども、その今の2000万枚体制でやっぱり足らないということで増築されていって、はい、平成26年の夏には要するに3000万枚月産、スペースとしては3000万まで確保する形ですが、はい、が可能になってくると、まあ、はい、まあ、月産ですので、能力的にはとりあえず2000から、まあ、2500というのを一つの目標に置いております。はい、どうしても多品少量生産しますと、はい、理論値通りには生産は上がっていかないのでですね、ある程度余力を持ちながら、スペックの多様化に応えていきたいというふうに思ってます。はいはい、そして、そういう中で、今後の展望といったところでございますけども、はい、2016年3月期の姿、うん、まあ、数字は先ほど伺いましたけども目指すべき方向性、これいかがでございましょうか。まあ、国内においてはですね、高齢化マーケットと、まあ、分散化するニーズにどう応えていくかということを目標にしています。はい、あとは海外においては特にアジア市場を中心にですね、エントリーユーザーの一部と、あとは高いスペックのものを志向される、それなりの価値観を持った消費者の方が大変増えていらっしゃいますので、はい、中国本土、東南アジア、ASEAN地域も含めてですね、この地域には日本産の、まあ、品質の良さをアピールして販売していきたいというふうに思っています。はい、で方向性ということで、まあ、前々から社長から伺ってるんですが、はい、こんな時だからこそ日本で作るっていう、このこだわりですね、はい、これはどのあたりにあるんでしょうか。生産要素でいうと意外と日本で作ってもそれなりに、まあ、価格競争力のある分野の商品でございますので、はい、まあ、国内での品質管理の高さであるとか、あるいは多品少量生産に通ずるような内製化率の高さだとかってことをやっていけばですね、はい、ちょっと電力が高くなったのは痛いんですが、まだまだ日本国内で作っても、海外に輸出で余力があると思っておりますので、はい、まあ、コンタクトレンズ自体はかなり輸入超過の、商品、まあ、国内商品でありますので、はい、なんとかここら辺で挽回してですね、はい、日本産のものを海外の方に使っていただくということを進めていきたいというふうに思っています。メイドインジャパンだからこその高品質、そうですね、あとは、まあ、小回りの効いたスペック作りということが一つのキーポイントかなと思います。はい、あと逆にですね、その、まあ、直接的な影響というのは大きくはないと思いますが、はい、直近のこの昨年以来の円安トレンドですね、これはどうでしょう。海外の会社との競争力という意味では、はい、御社にとっては追い風なのかなと思うんですが、短期的にはですね、はい、うちも台湾の委託工場で使っているものがありますので、はい、そういう意味で言うと短期の決算上で言うと少し痛いところもあるんですが、はい、長い目で見て言うと海外の市場に出ていくチャンスが広がっていくというようなこと、はい、あるいは国内で海外のメーカーさんもたくさん販売されていらっしゃいますので、はい、そこの、まあ、長期的な価格競争力という点では、プラス方向になるんでですね、まあ、短期のところはいろいろ工夫して頑張って、はい、長期のメリットを早く引き出すように、こんなことで考えてます。それとどうでしょう、その国内生産ということもあって、その
潤いっていう部分で、はいはい、その割と近くの近隣の使用者から聞くとやっぱあの潤いがいいねっていう声を聞くんですけど、これはやっぱりある程度こだわりですか。はい、なるべく天然なものということで、はい、弊社の場合にあの昆布だとか海藻から抽出したアルギン酸を潤い成分のしたるものに使っておりまして、はい、それがまあ自然な潤いということと、長く続くということで、まあ、一つ優しさにつながってるんじゃないかなと思って、おります。これは社長のこだわり、いろいろあの我々の方でこだわって、まあ、日本だからこそということでいろいろ工夫して、はい、少しでもまあ商品をですね、発売しておしまいにするんじゃなくて、いろんなユーザーの声を聞いて歩ませるということで、ブランド価値を上げていきたい、はい、あるいは商品の付加価値を上げていきたいというふうに考えています。はい、そして国内のみならず、まあ、あの最近矢継ぎ早のこの海外展開というのがございます。はい、このあたりのお話を伺いますでしょうか。そうですね、4年ほど前からあの ISO C マークという国際認証を取ってスタートしまして、はい、まずは、ベトナム中国、モンゴルと、それと去年の暮れに香港、マカオと出しまして、シンガポールを昨年また同じ出して、はい、マレーシアについても5月ぐらいから出荷ができるように今体制整備をしております。これはどうでしょう、エリアとしては特にベトナムなんかでは日本のコンタクトレンズとしてはこれ初めて。そうですね、コンタクトレンズ自体がベトナムでかなりブランドニューの商品でありますので、はい、おかげさまでうちはあのベトナムではあの、まあ、昔からあるハードの硬いコンタクトレンズも含めてですね、はい、以下向けあるいは一般販売向けということで流出をスタートしております。はい、で特にベトナムについてその国立の大きな病院、はい、こちらとの提携といいますか協力といいますか、はい、これが非常に密接されてますよね。そうですね、たまたまチャンスがありましたのでハノイとホーチミンの国立病院の方には、手前どもの方の、まあ、コンタクトレンズルームを寄贈させていただいて、はい、医科向けの処方のお手伝いであるとかですね、あるいは商品の、説明だとかということで使用者の裾野を広げてくることを、はい、医師の側からもサポートしていただくような体制になっております。はい、中国はこれ上海、この状況いかがでございますか。はい、中国上海は、まあ、自社で営業展開している場合と、代理店を使う場合を併用してやっておりまして、はい、なるべく全国のカバーの広いところをですね、短期間に省流を作り上げるということに注力しています。はい、やっぱりその日本の優れたコンタクトレンズをアジアで展開する。そうですね、でいずれもこのヨーロッパもこう出てきているということですから、はい、素晴らしいですね。ありがとうございます。日本産のものは中国本土にも、今年の夏から秋にかけては少なくとも発売できる体制になると思いますし、はい、今先ほど申し上げたユーロの関係を考えてみると欧州もビジネスチャンスはあるんじゃないかなというふうに思っております。はい、さて最後に投資家の皆さんに一言コメントを頂戴できるとありがとうございます。おかげさまでですね、コンタクトレンズでの専業メーカーとしては唯一東証に公開している会社でございます。この業界でいうと消費者の単位でいうと約3200億円ぐらいのマーケットでございますが、当社だけがマーケットに公開していることもありますので、ぜひ当社を通じてこのマーケットに対してですね、投資家の方もアクセスして応援していただければありがたいなと思っています。ありがとうございます。今後ともご活躍お願いしています。ありがとうございました。証券コード7743株式会社シード代表取締役社長浦壁正弘さんでした。